マカク属は、哺乳高霊長目、オナガザル科に含まれる属。アフリカ大陸北西部、ユーラシア大陸南部、インドネシア、スリランカ、日本バーバリーマカクを除いて、アジアに分布する。日本に分布する日本ザルは、原生種の霊長類では最も北に分布する。胴体は長く頑丈。頬袋があり、食べたものを一時的に蓄えることができる。前肢よりも甲子が長い。 第一子は他の指と対抗し、物を掴むことや樹上での活動に適している。出産直後のオス用銃には空洞の大きな陰嚢がある。アフリカ大陸北部が起源だと考えられている。スペインの中心与末期の地層からバーバリーマカクの化石が発見され、先進与にはイギリス南東部を含むヨーロッパ広域に分布していたと考えられている。インドネシアの更新与の地層からは、 カニクイザルやブタオザル類と思われる化石が発見されている。原生種の多くは、ユーラシア大陸に侵入した後に東に移動し、先進予以降に種分化したとする説もある。以下の原生種の分類、和名、英名は、日本モンキーセンター霊長類和名、編纂ワーキンググループに従う。マカクは、アフリカの言語で猿を指す後、さらにそれが転じたポルトガル語マカコに由来する。 開発や放牧による生息地の破壊、狩猟、害獣としての駆除などにより生息数が減少している種もいる。日本ではマカ家族単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。